年賀状来たんですよあの安くんからねまほ、あ、んに年賀状、ね、の他にもやり取りしてるのに手紙でもわざわざ来るというねまあここにそのこの時代の逆境加減に信頼関係がちょっとこう見え隠れするかなと年賀状が主体だった時代はまあそれはそれであったのかもしれませんけども年賀状なんて考えもつかない時代に年賀状を書いてくるね嬉しいなと思いますね まあでも本当ね、走りながらいろいろ肉付けしていくってことじゃないかなと思いますしスタートは大マイナスでいいわけですよつうかその大マイナスだからこそネットビジネスに可能性をかけるわけなのに最初っから御曹司がやらないですよね、うん、で安全じゃないし危険だから突破口を見み出すために手を伸ばすまあ私も同じですよほんと雀店だけじゃどうにもならないから未知の領域に行くしかないですよね だから、それまでの人生を繰り返していたら同じような結果が出るだけなんで今までね引かなかかなっっったたを引きに行ったってことですかね。ね、今ちょっとそう50代を中心としたあの、情報発信をちょっとシリーズ化してるんですけどもちょっとこれが人気を出してきたのはね50代で花咲く人終わる人っていうこの2種類が何で起きるのかっていうのは50代になってそれまでの人生を使おうとしてると同じような結果出るよと。 だから今まで踏み込んだことのない世界に足を踏み入れることによって未知の自分っていうのが出てくるんだよ未知の結果っていうのが導き出せるんだよっていうまあそういったストーリーなんですけどねまあ結局はポジショントークで「いや今まで FX やってこなかったからお金に困ってるんでしょやりましょうや」とかね「今まで YouTube やってこなかったからそういう人生なんでしょ」と後悔してるんでしょじゃあ YouTube やりましょうやそこから広がる人間関係はあなたの過去には全くこだわりを持っていない新しい出会いだよみたいな。 なんか言い方はいろいろあるんですけどもでも本当そう思うんですけども今までやってきたことをいかに捨てれるかとか否定できるかってことなんじゃないかなと思うんですよ、まあ、しがみつけば一定の安定はありますけども、うん、まあ安定があるだけですよね緩やかに落ちぶれていく安定なのかもしれないしなんとか生き残っていける安定なのかもしれないでもそれは逆を返せばあんたいらないよって言われた瞬間にその安定は自分が求めていてももう得られないってことになりますので自らね 手を離して足を踏ん張ってね蹴り上げてね別の世界に飛び込んでいく、まあ、それを繰り返していくと40でも50でも新しい景色が見えていくのかなと、まあ、必ず成功するというのは限らないですけどそれは今いるところにいても同じことなんでねだったら挑戦してみたいなとちょっとの勇気でそんな感じで私もネットビジネス10年前に始めて今ここにいるということでよかったみたいな感じですねじゃ